さて、続きましてはホワイトテイルズスペシャルですが、まずは試合前、このホタテの貝殻を引いての抽選会です。すごいね、ホタテ使って。これは飯田君の実家から持ってきたんですか？皆さん、いや、深見さんが用意してくださいました。はい、そのホタテの貝殻オープンです。さあ、青コーナー、色がついてるところですね。そうですね、はい、さあ、青コーナーと赤コーナー、これで決まりました。青コーナーが栗原選手、白井美穂選手、はい、栗原白井美穂組対カナ渋谷組ということになりました。飯田君、これはなかなか飯田江戸ならではの。そうですね、ホタテの貝殻でくじ引きっていうのは、斬新だと思います。珍しい組み合わせかな。あ、そうですね、カナ渋谷組、それから栗原美穂組ですよね、うん、同じホワイトテルズなんですけれども、ちょっと見かけないカードですよね、うん、あんまり見ないカードですよね。まあ、飯田君、この試合中は、まあ、あのトークショーもいろいろやったりとか、まあ、飯田君の出番も結構多かったんですけども、はい、まあ、トークショーの中ではですね、まあ、あのちょっと欠場中のいろんな今の近況みたいなことも報告してたんですけども、はい、まあ、その中で、まあ、ビール娘をやってるっていう、そういう話がありまして、まあ、結構ビール娘としてこの欠場中はこのウェーブのリングで仕事をしてたということだったんですか？お客さんの前にいたってことですよね、うん、はい、2代目のビール娘です。初代が栗原さんなので、うん、栗原さんも欠場してた時に、はい、ウェーブさんでビール娘をやってて、それで自分が引き継いだっていうか、うんうん、はい、2代目になった。2代目になりました。こちらの方でも、まあ、栗原を引き継ぐということがあって、まあ、結構どうでした、お客さんの反応というか売れ行きは。そうですね、結構皆さん買ってくださって、すごい話しかけてくださって、うんうん、膝どうなのとかみんな気にかけてくれました、はい、ああ、そうだったんですか。大岡さんはその風景とかご覧になってました？あんまり見てないです。あ、そうか、大岡さんもうそれどころじゃないですよね。それどころじゃないです、大会中はもうあの化粧しなきゃいけないから。いやいやいや、だって売店立ってるのって休憩中じゃないですか、うん、あ、そうですよね、もう試合前ですもんね。一番大岡さんがね、もう念入りに化粧してる時間ですもんね。私、あの化粧は5分で終わるんで。え、意外ですね。私終わるんで、雑な化粧なんで。あ、そうなんですか。飯田の方が長いと思います。飯田君は結構長い方なんですか？結構長いと思いますよ、うん。さあ、ここで、さあ、カニマスミ、ガーナがどうする。お、あ、タニバット、見よう見まねのタニバットはもちろん失敗。そりゃつかせるな。そうですよね、飯田君、このタニバットっていうのはどういうコツがあるんですか？タニバットは、うん、思い切りです。あ、思い切り、やっぱそうですよね、今ちょっと躊躇してましたもんね、はい、さあ、今度はなんだ。さあ、2人を寝かそうというのか、このカナの作戦。何すんの、あ、これ2人にやんの。え、できるのかな。これはかなり難易度高いぞ。さあ、渋谷が、なんだ、3人寝かすの。3人寝かして、3人まとめて料理しようというのか。さあ、このポーズ、あー、懐かしい。あ、まあ、まあ、そういうことですよね。まあ、飯田君、やっぱり言う通り、あまり思いっきり良くないですね、渋谷ちゃんさんはね。さあ、この空気をどうするんだ。さあ、KY、渋谷に。さあ、このまま、この空気をなんとかどんよりしたものを変えなくてはいけません。さあ、ホワイトテールズとしてこのメインイベント非常に締めたものにしなきゃいけないんですが、ここから空気を変えていくか。あ、おお、なんだなんだ、お、これ出るのか。イーダバックだ。あ、ロケットか。どうだ、おー、出た出た出た。やったことないから。そう、なんかクロスショップみたいになってましたよね。イーダ君、今のイーダロケットのコツというのは何でしょうかね。思い切りです。思い切り。え、飯田の頭が硬いからっていうのでそういうのやってたの。そうです、うん、あ、そうなんじゃなくて、もともとあのネオマシンガンズの2人がやってて、うん、それを栗ご飯でもやろうってなって、うん、勝手に許可を高く勝手にやってたわけだ。怒られるよ。大丈夫です。、まあ、勝手だったんですね。はい、さあ、出てまいりましたゆりかもめ。まあ、この試合、欠場中の、まあ、トークショーではですね、なんかあの田村よし子とか谷松とか先輩たちのなんかメッセージもあったそうですね。はい、メッセージさん、あと野崎さんから、野崎さんです、ね、はい、いただきまして。どうですか、なんか心に残ったコメントとかありました？そうですね、この、うん、なんか谷さんと宮崎さんと、田村さん3人ともこの大会を開いてくれたことを忘れないで感謝して頑張ってっていう風に。そうだよ、はい、すごい感謝してます。いいお話ですね。でもいつやったか覚えてなかったですか？いや違うんですよ、ホワイトテールズの解散興行とごっちゃになってしまって。あれって何月だっけ？あれは7月です。あ、まだまだ先の話ですね、はい、そうなんですよね、はい、まあ、これは1月ですからね。でも1月でもなんかすごい前の話のような気がする。うん、まあ、本当にこの1月というのはね、ガミさんの引退発表から始まり、まあ、ウェブにとってもね、いろいろと激動なあの月だったと思うんですけどもね。
まあ、ガビさんの引退発表は冗談じゃないかみたいな空気がね、流れちゃってね、いやいや本気ですからみたいな、うん、最初はそういうところからスタートしたわけですからね、まあ、それからまあウェーブにとって忘れてはいけないのはこのシングルベルトのまあ設立というのもね、ありましたね、はい、この時期からスタートということになったわけですからね、うん、いやなんか1年本当早い、うん、まあそういう意味ではこの1月いろんなことがありました。さあおっと、これは渋谷がうまく切り返した、さあいい流れを作るか、さあここでミオの膝を殺しにかかっていった、殺し屋渋谷、おっと DDT、 たまにミオの動きがロボットみたいな動きがあります。これは何でですかね、わかんない、硬いのかな、硬い、意外と体硬いんですかね、意外と硬いのかもしれない、はい、さあ今度カナが出てまいりました、いい形のカット、そしてそのまま渋谷がとどめを刺していくのか、まあ、井田くんはもう本当にこのホワイトテイルズの一員として、まあ、この4人と一緒に活動してたわけですけども、そうですね、テイルズ時代の思い出というとどういうことが挙げられますか。やっぱりホワイトテイルズ工業ですね、うん、この前の年の2012年の7月8日、はい、そうですね、にやったやつ、はい、ブラックダリアと競争して、そうですね、あ、そうだよ、何人か差で負けたんだ、10人差です、そうですね、わずか10人だったんですよね、わずか10人だよ、はい、それではうちは解散させられたんだよそうでした、そうでした、はい、まあそのきっかけとなったのがね、まあ飯田対大岡というね、そのシングルマッチがその前の月にありまして、はい、まあそこで大岡さん飯田選手と時間に引き分けて10分ですかね、10分、そう、10分だろう、飯田君大主君ですね、それはね、はい、また岡さん、それでなんか文句言われ、喧嘩売られ、本当あんたのせいよ自分のせいあんたのせいよ、本当にね、そこであのブラックダリアのリーダーだった大畑からね、うん、飯田との引き分けやがってみたいな先輩扱いされたわけですからね、もうふざけんな、あんたのせいよそうでした、まあそういうですね、ホワイトテレス工業そういうものを経て、まあ、この1月の大会に繋がっておりますが、あーっとタイムマシン失敗、さあ失敗、乗れなかった、そのままフォールの体勢、伊賀君はこのタイムマシンに乗らされたことあるんですか。あります、あります、おー、いかがでした、返せないです、なんかどこ行っちゃったタイムマシンの遠い未来にやはり遠い未来で運ばれてしまったか私ね、一回ねタイムマシンでね、うん、ちょっとお花が見えたよお花どこに行ったんでしょうね、死者の世界に行きそうになって、そう、さすが頭がほうとう、ほら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 、さあ、出るか、出た、出た、早い、早い、未来のくじ、運んでいけ、お花が出ました、渋谷が最後は締めました、タイムマシン、早かった今の、そうでしたね、あっという間にこうやって未来に運ぶんですね、そうですね、さあ、最後はなんだこのポーズは、たまにわけわかんないポーズするから、ファンの方たちとたくさんの先輩方に支えられて今の自分があるということを実感しました。これから一日も早い復帰を、また自分のプロレスをできることを目指して、これからも頑張っていきますので、皆さんよろしくお願いします。なんか飯田欠場中の方が可愛いよ。え20万円ぴったりです。おー、20万円です、はい、最後にこの日の収益金ですね、これを飯田くんの、まあ、この治療費に当ててもらおうと。飯田くん、この大会振り返っていかがですか。いや、本当に皆さんのおかげで本当に助かりました、はい、感謝してます、はい、飯田エイド大成功です。はい、続いては2月3日名古屋、水波亮太加藤園子お送りします。しぎってますね、はい、しぎってますね、しぎってますね、南部さんまた踊ってますけれども、しぎってますね逃げてる。この2人の関係ってどういう関係なんですか。ゴーヨージョピョン、あ、ジャピョン、ゴーヨージョピョン、そういうことなんですね。水波が最も恐れる先輩の人、はい、恐れる先輩の前で踊ってると。一緒に踊ってますよ今。あ、本当だ、一緒に動いてましたよだってほんまは加藤園子は後入場やったのに、はい、すいませんダンスが見たいんで先で、すごい。しかも水波さんってここ地元ですよね。加藤さんも地元です。あ、そうなんですか。全然恐れてない感じですよ。いや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 、ちゃうねん、兄貴の中にはいろいろあんねん。あ、そうなんですか。そうだからこうメガネブーとかやっちゃってますけど、いや後ですいませんでした、すいませんでした結構水波さん小心者ですよね。でもめっちゃ小心者よ体は大きいのに心は小心者のくせに逆ギレしようねん、はい、こいつ逆ギレ。そうなんか注意しよう、逆ギレされんの、めっちゃ怖かったもん。えっ、逆ギレされたと思って、
神さんに対して、うん、あでも大体ね私みんなに逆入れされてるんで、はい、大畑さんとか結構ひどいですよね。あいつ逆切れじゃないもん。大畑さん大岡さんは逆切れじゃないんです、はい、怒ってるんです。あただ怒ってる怒ってるんです。すごいにらむし、はい、さあ水波さんコーナーに登りました。加藤園子の顔かわいいよな。えそうっすか、なんて言ったんですか。加藤園子の顔かわいくない。女性っぽい顔ですよね。え、こう可愛いやん。え、この子身長あと10センチ高かったら人生めっちゃ変わってるよ。え、なんで身長高い方がいいんですか。いや、なんか、はい、もう10センチ変わってたら多分めっちゃスーパースターなっとったと思う。あ私、加藤さんと対戦したことないんですよ。またかい。はい。そういうの、オズさんに言ってもらっていいですか。そういうのオズさんに言ってもらっていいですか。志田はあるよね。対戦したスタッフも組んでる。あ組んでんの。はい、組みました。あそう。ただ、まあ、良かったかとかそういうのはないですけど。あそう。はい。なんか初めてウェーブに来た時に、はい、読んだ時に、まだその時フリーやったのね、この人。はい。で、コミカルにあんまり適応能力はなくて、はい。すっごい笑いこらえてんねんけど、背中のこう、たるってした肉がピクピクで、めっちゃ笑っとってん。コミカルに対応ができる人っていないですよ。そんな今年できるもん。ガリさんできるとかじゃないじゃないですか。うん、私できるとかじゃなかった。首謀者じゃないですか。そうでも背中で語るっていうのはすごくないですか。背中で語ってましたよ。背中肉で語って、はい、背中じゃない背中肉よ。お、水谷さんの得意の声が出ました。今すごいみんな真似してますよね。うん、できへん、私できへん。なんか白井美代が真似しすぎてどっちが本物か分からないんですよ。そうやね。いや大畑美咲もなんですよ。はい、美代とあと広田はねすごいそっくり。広田さんもやるんですか。広田全体的にモノマネするからすごい似てるよ。さあ追っかけーの あと10センチ背高かったらな。かっこいいよな。かわいいよかな。あ加藤さんは蹴りですよね。そうなの、うん、そう、はい、めっちゃ蹴られる。私あんまり当たったことない。負けるか俺。あんまり当たったことない。どうしてやったら里村さんの方が当たってるな。里村さん、うん、だって里村芽衣子を笑かすことにかけてはナンバーワンよ。でもこの前水波さんも里村さんの前で踊ってましたよね。踊ってました、はい、あれもあのわざわざカンナムスタイルやめてたのに、はい、ちょっと負けそうなんで気持ちで負けてしまうんでカンナムにしていいですか。カンナムはもうじゃあ気持ちの誘いなんですね。そうそうそう、あのねマスクマンがマスクかぶってたら別にいいなのでしょ、はい、すごい。カンナムで踊って入ると彼女は変われるわけ。やればいいじゃないですか。ずっとでもちゃんと考えてるのすごいですね。いやもう飽きた。ガミさんが、まあ、飽きたなって言うでいいねんけど、だからあのキャッチのウェーブの時にやめたの。ちょっと一回封印しよう。入場曲飽きたとか言われても同じじゃないですか。ずっと飽きたの。じゃ流行りものやったから、はい、飽きたな。そうですね。そうなんですね。2人とも声大きいですね。僕の2人、はい、そう。なんか加藤さん焦げてない体、ちょっと茂るなってる。なんか水波さんが白く見えますね。うん、これあれ日焼けいってない。ギャー、水波さんのギロチンやばいですよね。足の太さがすごすぎて。じゃあケツのデカさじゃない。でもどっちもどっちやね、こいつらのギロチン。いやでも足見たら水波さんすごいっすよ、やっぱ。あと胸筋ね、胸筋。胸筋がすごい。胸筋ピクピクできんの、水波さん。そう、超悔しくて自分目標にしてますよ。いやいや、そういう目標じゃなくていいと思うよ。いや本当にすごいんだもん。いやいや、一応マッスルビーナスとかって名前ついてんねんから。いや一応って何ですか。胸筋ピクピクさせたらビーナスもなんでもないと思うよ。マッスルのところはあるんで。マッチョビーナス、マッチョビーナス、ボンジョビーナスだってビーナスつけてんだから、なんだってビーナスつけれるんですよ。じゃあ私もつける。やめてください、やめてください。何になるんですか。体重制限ごめんっていうかもう引退してる。つけるとかじゃない。そう、そういう問題じゃなかった。ついていけ。うわーすごい。
今度私も練習する。やめて、そういう人の上でいっぱいパクる。いやいや、ガミさんに言われたくないんですけど。何なんですか。パクったじゃないよ、あれはパクったじゃない。ちょっとだけ引用してん。引用じゃないです。引用して完全にパクリです。でオリジナルにしてん。全然オリジナルでもないじゃん。何もガミコンアローとガミドーラーやんか。だから全然名前が変えただけだじゃないですか。違うよ、ちょっと違う、指の角度とか違うんだ。もう明らかにガミドーラなんか全く違うからね、別物やからね。ガミドーラを見た人はツカドーラパクったのかなって、なんか絶対逆だと思われますよね。どっちが本物か分かんなくなる。だってあんたツカドーラやってアバラの方の折れへんやろ、はい、折れませんよ。折れへんやろ。私ガミドーラやってひねりすぎてアバラの方の折れてるもの。それは多分体重の問題だと思いますよ。ものすごい痛い。痛い痛い。やめて。なんか酔っ払いのおっさんみたいな。いやいや、これは結構入りました。これどころじゃないよ。もう通で返しました。あ、この試合ね良かったって言って、あや子が半泣きになって帰ってきてた。あ、マジっすか。それは相当じゃないですか。あや子さんセコンドについてましたね。ついてるでしょ。はい、そう、もうすごい良かったって言って。まずい。あ、今ケツで切ったね。あ、耐えた。あ、なんか太もも太いよな、二人とも。二人ともケツもでかいけど太もも太いわ。そして女の子らしさが1ミリもない。そうですね。でもパンツが星ですよ。え、星。別に星じゃなくていいやんそこ。じゃあせめてハートにしようよ。わあ、なんだ、いいって。そんなそんな角度を変えて蹴りまくるなんて。やだ、やだ、もう泣ける。まずい。あ、おお、でもなんか角度を変えて蹴ってても大川さんの蹴りよりはえぐくないよね。大川さんなんか違う種類な感じがしますよ、ね、まだなんかなんとなく愛情があるよね。そうですね、大川さん憎しみとかしかない。いやそして最後気持ちいいね。さよなら。いい感じです。13分41秒ギロチンで片指固め加藤さんの勝利。惜しい惜しい。同じ得意技で加藤さんが勝利となりました。いきなり長屋ちぐさのコスチュームだ。しかしそう、このガウンを脱ぎ捨てて今よみがえるクラッシュ、わーっと、しかし貧相な長屋ちぐさになってしまいました。そしてガミも登場であります。いやー、これはちょっと前代未聞のスリーウェイになりそうな、そんな予感がいたしますが、さあここでガミが睨んでいるその先に、おー、なんだこれは。セクシーホーマン熟女。お、出てまいりました。ダンプ松本、これは正真正銘本物であります。怖。いやー、つっかさん、もう本当に怖の一言ですよね。はい。いやー、このウェーブのリング上、ダンプ松本本物が出てまいりました。あっと、偽物の長与千草に対して早くもしない一撃。逃げてますよ。そうですね、逃げてます、逃げてます。さあ、2人して逃げている、2人して逃げている。逃げ足は速いこの2人。さあ、狙いはやはりこのなんちゃって長与千草が始まりました。スリーウェイマッチ。いやー、ガミさん、まさかのダンプ松本登場ですね。はい。おっと、なんてことを言うんだ。余計なことばっかり言うねんこいつ。そうですね。ガミさん、アスカって呼ばれてます。私、アスカちゃんはどちらかと言ったら赤早わ。まあそうでしたね。さあ、怖いもの知らずだ、やってしまった。まさかまさかのこの表情。さあ、もう、まあ意外とその辺のクラッシュネタを挟むと。あっと、さあ後ろからガミもメガホン。さあ、やはり、おっと、アスカが叫んだということは、もしかして2人の連携が出るのか。ああ、簡単に切り返されました。さあ、2人が並んでいる。ああ、出た、ダンプのプレス。ボリューム、ひどいやろ、ひどいやろこいつ。ねえ、1人しかしやがって、見えてましたよね。さあ、極角プレスはガミ1人が決まってしまいました。さあ、ひろたもう泣き顔だ。そして鉢合わせ。おお、ひどい、
確かにひどいぞこれは。自分だけ助かろうという作戦か、そして逃げ惑う逃げ惑う、そして許しを得るか。そう、まあそりゃそうですよね。おっとこれは大胆不敵だ。ガミがダンプを捕まえてのロープ渡り、実現するのか実現するのか、渡ってまいり、あ、なぜかこんなところにヒルナがいる。なんでいるんだこんなところに。パッチやりたかったんですかね。そういうことですね。そういうことですか。なるほど。さあ美味しいところを持ってきた、美味しいところを持っていきます。この平田さくら、貧相な長打ち打されます。ガミさん何してるんですか。あ、後ろから、はさあ股間を痛打、しかもアスカと叫んでいる、場外に落ちた。あっとダンプがついに場外に落としてしまった。さあこれは極悪の視線上、場外マット、まずは長与を捉えてガミと鉢合わせ、さらに次第攻撃、またしても次第。さあガミをとにかく、あー、お客さんにも行った、お客さん殴られてる、お客さん殴った。ガミさん何ですか今のは。分からへん。そしてダンスがゴール、ちゃうよてんねん。さあアスカゴールに乗ってガミもリングイン。おっと正面からやられてしまった。しない対メガホン、そうですね、これは夢の対決、しない対メガホン、どっちが強い。全然負けてる、まあ、そりゃそうか。あー、ここに一発。そして、何やってんだここは。あー、股間に行った、股間にしない。アホや。スッカさん、コメントお願いします。これに関して特にありません。特にありません。それが一番いいですね。さあ、ここで回転、エグアで、おー、さあやおやく試合っぽくなってくんのかな。なんとか試合に成立してもらいたいが、おう、これのニールキック全く当たってない、ずれまくっているぞ。気持ちはわかるんですけどね。さあちょっと今計算が狂ったか。そう、このままガミも捉える。お、さあ摩訶不思議な動き、ヒロトワールドがここでバック、結局元通りであります。元に戻っただけ。さあ全く、おお、出た、やばい、これで決まるのか。どうなったでしょう。 FFD、 そうですね。さあガイアのマークと、そしてガイアの文字ロゴマーク、これは何かマジックで書かれています。両肩にマジックで書かれている。意外と芸は細かいぞこの広田さくら。さあなんだ、おっと聖剣好きだ、ガミアットで切り返す。いやつっかさん、もうむちゃくちゃですね。本当ですね。もうさあもう本当にリング上は大混乱状態だ。さあその中でケンタッキーボム、さあ後ろから来た、後ろから来た。アスカじゃないってだから。もうみんなアスカで統一してますね。お、ちぐさ、お、これは夢の対決、ダンプ対ちぐさ。あーだめだ、ダンプの極悪ラリアット、いやさらに極悪プレス、そのままどうだ。おっとガリがカット。まだこの試合続くのか。ダンプさん、うん、メイク崩れてませんね。あ、ね、あ、大丈夫ですね。ね、髪の毛もね全然そのままですもんね。さあ全くびっくりともしません。つっかさんはこのダンプさんと試合したことあるんですか。試合したことはないんですけど、セコンドについた時に市内で殴られたことはあります。やっぱり市内の洗礼を受けるわけですね、はい、誰もがね。おっと別金、あー、出た、ときめもからの、おー、スモールボーイ、スクールボーイ、どうだ。あー、ダンプから取った。嘘、ダンプからの、やばい、逃げろ、私早く逃げろ。やってはいけないことをやってしまった。ダンプ大怒り。さあ大暴走が今から始まるのか。いやー、ガミさん大人げないことしてしまいましたね。やってもだ、やっちまった、いやいやいや、失敗したわこれ。そうですよね。そしてヒロタさん、また客やられてる、また客やられた。さあカメラマンまでもう八つ当たりだ。今日のカメラマン大山カメラマンなんですかね。そうですね。さあこのままやられてしまいました。マイロー、マイロー、アスカです。ダン、おいダンプ、知りませんでした。私、ご存知と思いますが、12月30日で引退するので、まだ知っててええって言うやろ。引退するので、引退前に一度だけでいいので、一回でいいです。
シングルをお願いします。おっと、シングル対決を要望。では1回と言わずに月1でお願いします。こっそりこっそり営業されてます。ハサミもフォークも全て持ってきて血だるまにしやる、コンパニモードにしやる。お上の毛も下の毛も丸げんな。上の毛は丸刈りになりましたけどね。はい、まあそうですね。キムさん、お前がやりすぎやね。皆さんのおっしゃる通り、私アスカでもなんでもないね。みんなに誰もやらずこんなにお腹たっぷりしないし、もっと背高いし、もうちょっとかっこいいし、もうちょっとだけね。ちょっとだけ言う。ああ、ちょっとだけ。さあ続きましてはまず白井美代の登場。さあ続きまして、さあ出てまいりましたカナ。さあテイルズが先に入場してまいりました。非常に風格が漂います。わー、ケンちゃん来た！来た来た来た、待ってました。これが噂のケンちゃん登場。これね、ケンちゃん初日ですよ。わあ、歴史的瞬間を我々は見てるわけですね。いやー、感慨深いなー。ケンちゃん初日がまさか入った。さっき言わないって言ったじゃん。まさか。さっきはシナさんやったから。で、さっきまでそうでしたけどね。だってケンちゃんやん。そう、どう見てもケンちゃんですよ。ほら、ケンちゃんやん。ケンちゃんが今一瞬ケンちゃんが映りました。いやー、まさかのケンちゃん。もうやだ、もうやだ。びっくりした。今回も知らない間にスケジュールの中入ってたんですよ。もうだって、もうやだ。そうね、さあ皆さんご覧ください、これがケンちゃんだ。さあケンちゃん初披露。さあ出たケンちゃんスイング、ケンちゃんスイング、大回転だケンちゃんスイング。おっと、まだまだいくぞケンちゃんスイング。ものすごい破壊力だ。やはりこの髪を切って身軽になっただけ、このだけ回転力があるぞ。なんですか。いやー、ガミさん、髪を切って身軽になるって何なんですか。さあ、これケンちゃんのプロフィールをご紹介しましょう。ケンちゃん164センチ54キロ、好きな食べ物はケンちゃんラーメンということです。ケンちゃん、ふざけん、すごいですね。54キロも違いますよ。すごい、今58でした。58ですか、はい、164センチ。やっぱ164で、ね、やっぱりちょっと女子プロですからね。なんかかなりの私164センチや、一緒。ガミさんでしょ。ガミさん今で50何キロ。58です。私78キロ。あー、神さん20キロ違うんですか。20キロ違う。いや、1回60まで上がったんですけど、うん、知らないのに下がってましたね。私ね、82キロまで上がったんですけど、知らないうちに下がりました。なんで知らないんですか。忙しくて。あ、じゃあ、そうですね、確かにね、ちょっと多忙なんで。はいはいはい。まあ、ケンちゃんもね、肉体改造とかしててね、それでやっぱりちょっとウエイトアップしたりとかね。そうなんですよ。はい、そういうのがありますもんね。もうちょっと増やしたいんですけどね。さらにね、ウエイトアップが目指しているケンちゃんであります。はい、おーっと、ありました、ありました。さあ、ごまけんであります。ケンちゃん初日やな、ね、これ。我々は見てはいけないものを禁断の扉を開けてしまったようだ。さあ、ケンちゃんがこのままバックブリーカーの体勢、パワフルな攻撃を見せる。いやー、これは非常にいいものを見させていただいております。これやっぱ1000円カットとかでやったの。え、違いますよ。三発屋、トコ屋、何なんですか。トコ屋やろ。もうやだー、ウェーブ。何が。いや、もうね、大好きなくせにウェーブ。まさにケンちゃんはウェーブの主役の中の主役ですからね。主役やー、はい。まあ、まあ、元を正すと、なんかコロッケがモノマネをしてる三河健一でしたっけ。のカットが本人でもないの。ケンちゃんの本人でもないの。ないのそう、三河健一とは違うんですね。コロッケさんがモノマネをしてる三河健一さんのズラ。あ、それでケンちゃんなんですね。超安そうじゃないですか。だってね、ガミさん、マイク、リング上でマイクとかでもね、ケンちゃんって言いますもんね。うん、だいぶ浸透したの、ね、ケンちゃんって何ですか、うん、って聞かれるんですけど、ウェーブの DVD 見てくださいとしか答えてないんですよ。それはもう100点満点。いや、いい営業マンですよね。説明がめんどくさくて。いい営業マンじゃないですか。そうでしょう、もうそれに勝るものはないですよね。さあ、1000円ずつ引かれてしまったようだ。さあ、ケンちゃんスラム、これはいい流れを見せていった。さらになんだ、さらになんだ、出た。あー、失敗、冒険失敗。さあ、そのままスタンディングのなんだ、ヒールホールとか、いや違うぞ。おっと、投げっぱなしジャーマン。さあ、残念ながらケンちゃんが投げられてしまいました。まあ、怒られてもいい、ケンちゃんと叫びたい、そういう我々の心の叫びがこのケンちゃんに響くかどうか。まあ、ケンちゃん先ほどですね、加藤そのことですね、タッグを組むというなんか組んだことがあるって言ってましたけど、あります。2人が組んだら加藤ちゃんケンちゃんということなんですね。すごい、素晴らしい。ぜひこのあ、もうこのタッグ、すごいすごいすごい、ね、ぜひこれ、それ6月
11日にやろう。やだー、いいね。なんで誕生日でそんなことしなきゃいけないんですか。加藤ちゃん、ケンちゃんやろうよ。加藤ちゃん、ケンちゃん、加藤さんも一緒なんです、誕生日。あ、それはもうまさにもう加藤ちゃん、ケンちゃんやるべきですよね。もうやれって言ってるのもんじゃないですか、それね。なんかドリフウェーブとかって言っていいですか。いいですね。そしたら長さんもいますからね。長さんもいたらしい。あー、ブー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 できるできるできる、やべえやべえ。まあ兄貴がね、コージ中本みたいな、兄貴がメガネかけたら、コージ中本、うん、そんな感じのね、メガネスーパー測定うまい人にしましょうよ。なるほどね、測定ができる人、チェリーさん。あ、チェリーさん、これだけでコージだったできた。さあ、ケンちゃんバットジャンピングケンちゃんバットどうしても私は高木ブーやねんそりゃそうでしょ、ガミさん普通語学なんです、語学の人ですからね。あ、そうそう、私語学の人、基本的に語学ですから。さあ、そのまま、さあ、の、なんだこの音部の状態だ、音部の状態。さあ、全体重を乗せてのスリーパーだ。さあ、ケンちゃんポーズ、ケンちゃんポーズ。さあ、このままなんだ、気合を見た。おっと、ケンちゃん強い、非常にいい仲間つきました。すげえ、ケンちゃん強い、すごいですね。おかしいだろ、それは。さあ、出たりだ。めっちゃ強引やったね、今のケンちゃん。ディシズケンちゃん、さあ、あ、出たりだ。ものすごい2秒たのヘッドバット。ケンちゃん、これ危ないですね。もう伊勢さんのこと嫌いだわ、本当に。いや、もうこれね、ガミさん、僕らはね、やっぱりケンちゃんということに生きがいを感じてますからね。さあ、今度は大岡大輝からの、おっと、珍しいカポエラキック、しかし当たらない。さあ、正面からのキック、ローキック。さあ、顔面キックが出ると大岡指調子がいい。さあ、もう趣味と実績を兼ねてます、この大岡の顔面キック。おっと、しかしからも迎撃してまいりました。でも、カナさんも髪の毛すごい長かったけど、バッサリ切った時、そうそう、別にケンちゃんじゃなかったよね。そうなんですよね、俺不思議ですね。お前何、私と髪型かぶってんねんぐらいだったけど、ガミ、うんうん、さんもね、バッサリ、そう、うん、ケンちゃんなんですよ。そうねえ、これ本当にね、世の中にはね、7つの不思議って解明されない不思議がありますけどね、ケンちゃんの不思議を入れると8、世界で8大不思議ということになりますからね。ありがとうございます。まさにこのイースター島のモアイと並べる存在になりましたか。 おっと、ここなんだ、慣れしきろ。さあ、流れるようなバックドロップ。さあ、なんだこれだ。あと、金が出ました。バックドロップからのロシアンフック。今度はさらにスピンキック。さあ、王から倒れない、出た。顔面キック B、 しかし、からもショートレンジ、側頭部を捉えた。顔面キック、顔面キックが線になってまいりました、大岡のから。さあ、両者の一と一の爆発だ。しかし、長さんボイスからの顔面キック。さらには、ケンちゃんの、ケンちゃんキック、ケンちゃんキック。ケンちゃんキックが出ましたね。さあ、これはケンちゃんキック。さらには、大岡が、ダスカビチョから絡まれました。さあ、やはりこの、連携プレーでは、ケンレザクラが、いかに上手か。さあ、しかし、おっと、出た出た、またしもケンちゃんキック。ケンレザクラって言いましたね。イタリア語みたいですね。なんか語呂悪いですね。なんかコンテケージョ的な感じだったそうでしたね。おっと、今度は飛びついた。さあ、飛びついての腕しぎ。さあ、カナがここですごいボインポイント。あ、出た出た、ここが BP だ。すごいボインポイント。ケンちゃん、どうですか、このボインポイントは。知りませんよ、そんな。そうか、ボインポイント何なんすか。あ、そうね、ボインポイント。あっと、さあ、ここでスタンディング式で、まずい、まずい、危ないぞ、まずい。グランナー捕らえるか、グランナー捕らえていくのか。さあ、ケンちゃんは今フレームアウト。さあ、この間に大岡が一人、大岡が一人、ただ一人だ、標的は大岡だけだ。さあ、テイルズがここで一対二の対決になるのか。うーんと、大岡が大ピンチ。しかし、スタミナでは定評のある大岡ですが、これは苦しい状態だ。さあ、今度は何だ、スタンディングのスリーパー。しかし、コーナー上、コーナー上、大岡が必死に振りほどいてまいりました。さあ、しかし、まだ次の一手を考えてるな。ミオの方だ。あーっと、ここで決まってしまうか。出ました。さあ、エプロン状の首4の字、エプロン状の首4の字、全体重をかけていく。いやー、もう本当に首4の字のバリエーションはたくさんあります、この七体ミオ。さあ、完全にこの捕まってしまったのは大岡の方だ。さあ、ケンちゃんはまだ場外。そして、トップロープはミオと、さあ、この大岡の対決になった。ミサルキック、ミサルキックなんかできんねん。珍しいですよね、今のね。さらにはバスオキックでホールの体勢。さあ、ミオが捉えて決めてしまうのか。さあ、なんとかこの大岡が返してしまいましたが、ケンちゃんいないですね。ケンちゃん休んでる ね。なんか私の試合の時もそんな風にやってくださいよ。え、私の試合の時、ケンちゃん、ケンちゃんの話しかしてないじゃないですか。いやいやいや、試合全然見てなかったですよ。見てるよ、見てるよ、見てるよ。ケンちゃん、あ、来てるよ。皆さん待ってました。さあ、ケンちゃんが出てまいりました。さあ、ここからケンちゃんの動きにご注目ください。さあ、出てまいりました。まずは担ぎ上げた、担ぎ上げた。あーっと、合体だ、合体だ。ケンデザクラでしょ、ケンデザクラ。やめて。そして、ケンデザクラからの出た出た顔面キック、リーダー。しかし、決まりません。さあ、ケンちゃんとカナ、この二人がさあ揉み合ってる間に、さあ、大岡が決め技のタイガーの体勢だ、タイガーの体勢。しか
しい、あ、流れが入ってきた、おーっと後ろからジャーマン。さあケンちゃんのカットが欲しい、ケンちゃんのカットが欲しい、しかしどこにもいないぞ、ケンちゃんがいないぞ。サンドイッチのキック、さあまだ大岡のダメージが気になるところでありますが、2カウント、ケンちゃんが、あっとケンちゃんの動き、あ、今見えました、あっと、しかしまたしても場外、おーっと、さあここでスピンキック、さらには先行か、さあこのまま、あっと必殺技の2連続でこれで大岡が仕留める、ゴーっと、ケンちゃんカット、ケンちゃんカット、ケンちゃんカットが出てまいりました。いやー、ここでようやくケンちゃん、強烈、もうなすがいい、受け身も取れてないし、おお、しかしこれで裏勘で返していく、裏勘で返していった、さらにしかしまたしても、シグマの体勢、裏勘からのシグマ、裏勘からのシグマ、ケンちゃんカット出られた、ボマケンが出た、ケンちゃんカットが魂のケンちゃんになってた、そうですね、何がなんだか分かんないじゃないですか、そのものすごい、うちらとお客さんには分かってる、そうなんですよ、お客さんには伝わっております、このケンちゃんプレイ。さあしかしこの間に流れ式、いや垂直落下、垂直落下のブレンバスター、オークが仕留めにかかる、大岡が仕留めにかかるぞ、おーっとこれも返す、ものすごい白熱戦になってまいりました、このタッグマッチ、しかし大岡がとどめを刺すのか、さあタイガーの体勢、おー出た、グーパンチ、さあグーパンチ、さあ出た、さあケンちゃんの試合が待っていた、さあそこからの、さあ顔面キック C の体勢です、成功、ケンデザクラの勝ちでした、ケンデザクラやはり強いですね、それだけはダメです本当に。さあこの長さんボイスのガッツポーズというわけで、まあガミさん本当にこれドリフできますね、これからね、できますねドリフ、はい、ウェーブで実現するドリフにも皆さんご期待ください。さて続きましてはレジーナディウェーブの第1回戦、大畑美咲対大岡由美の因縁の対決であります。いやガミさん、いよいよこの豪華カード、いや豪華カード、これがなんとですね1回戦で実現してしまいますね。そうですね、豪華ですね、あれ前髪がある、はい、おーそうですね。さあケンちゃんは見どころ、この実戦どんなところに考えてますか。ケンちゃんってのやめてもらっていいですか。いやいや、よく読められへんよ。今更何を言ってるんですか。何を言ってんの、あんたがケンちゃんでいる限りケンちゃんはやめませんよ。そうですよ、私ケンちゃんじゃない、あんたがケンちゃんでいる限りっておかしいじゃないですか。ケンちゃんになったこと一回もないのに。いやいやいや、ケンちゃんよ。そうですよ、正真正銘 100% パーフェクトのケンちゃんですよ。やりますよ、やりますよ、ね、もうね、うん、ケンちゃんのためにやるから、うん、そう8時だよ。そうなんですよ、ね、もうウェーブはケンちゃんのために動いてますからね。さあそんな一戦でありますが、さあこの1回戦、まずは2人のなぜかクリーンな攻防からスタートしています。意外な展開であります。なんかこいつがクリーンな攻防っておかしいよね。ねえ、やっぱりね、もうバシバシ殴り合いとかね行くかなと思ったんですけど、本当に喧嘩みたいなね。そうそうそう、でもね、あっとここで今喧嘩腰になったが一瞬だけでした、ドロップキック。やっぱりあれちゃう、うん、喧嘩とかしようと思ったら男の取り合いみたいな感じにしなかった。ちょっともう髪の毛掴んじゃうような、ほんまにプライベートのところでドロドロドロってしたよ、うん、そんなもう、うん、そこまでいっちゃう、そこまでしたら超地味な感じになりそうじゃないですか。ドローっとした、昔よくやったんですよ、指を折ろうとするとか、そうそうそう、あーすげー、いやいや指を折ろうとかじゃないの、もうね、あくまでも顔面と乳にこだわる、うん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 、怖っ。まあそれは確かにドロドロしてますね。そんなやったことないわ、うん、ないの、ないですよ。あ、意外とケンちゃんはクリーンファイトが心情なんですかね。それはそういうわけでもない、そういうわけじゃないな、だって人の顔普通に平気でしないでフルスイングとかしましたよ。ねえ、そうですよね、かと思えばね、あのボールをフルスイングしてホームラン打ったりとかね。そうなんやってんよ。そうなんですよ。さあここで出ました公式形であります、この全体重をかけての公式形。さあこれが大畑美咲の一番のこの性格を示す、おお、なんだこれは、強引なデッドリードライブ、ジャンボやな、やっぱりやはりジャンボですよね。まあケンちゃんはやっぱりね、この大岡選手と組んで、この大岡選手のジャンボぶりっていうのは感じますよね。感じますね、はい、はい、ダイナミックですよ本当に。そうですよね、まあ本当に背が高いだけじゃなくてこのリーチの長さもありますからね、はい、さあ今度はなんだ極楽固め、そのままホール、おーっとこのままホールの体勢に、これは珍しいぞ、どうだ。さあこのやはりこのベルトがかかったトーナメント、大事なトーナメントの1回戦ということで、やはり両者ともに気合十分、
ガビさん、このベルトがかかるまでにね、本当にウェーブ、はい、旗揚げから5年も6年も、まあ、時間を費やしましたが、ね、ようやくここまで来たという感じですよね。じゃあ私がもともとベルトが好きじゃないから、はい、ベルト作らんでいいかなと思ったんですけど、やっぱりいろいろお客さんの意見とか聞いてたら、はい、ベルトがあった方が、はい、見やすいと、うんうん、でそれに向かってこう、目標を立ててみんな戦っていく方が見やすいんじゃないかと、はい、うんうん、まあそうですよね。なんかめっちゃ真面目なことかだと思った。いやいや、でもそれ時間返してほしいわ。何言ったんですか。時間返してほしいよ。みんな真面目なこと。あなた代表でしょ。ウェーブ怖えな、ほんと。今の時間をケンちゃんに費やしたかったと思う。それは分かった。そうか、ごめんなさい、ガンちゃん、僕は間違ってました。そうやん。そうですよね。さあ、ケンちゃん、だってゲストケンちゃんですよ。そうですよね。クレジットもケンちゃんに書いてもらったから。いや、そうだってトーナメントの1回戦ですよ。そんなんどうでもいいなし、やっぱ知ってないもんだと。そうですよね。やっぱりここはケンちゃんトークというのはね、お客さんにも期待してもらいたいところですからね。ケンちゃんはちなみにレジーナの、うん、挑戦した？お、してないですよ。あら、ないんですか？もうすげえ狙ってるんですよ。え、狙ってんの？そんな仕事でも言ってくれたらよかったね。え、それは本当に雑な投げ方。何が雑な投げたっていうか、もうなんかおい、ダンボールとかちゃうねんぞ、こいつ。本当に何なの今の。何やったみたいな。技やりましょうよ、技を。ポイ捨てでしたね。ポイ捨てのことがあるよ、ちょっと天地無用って感じでしたね。ほんまよ。もうなんか技やりましょう、技を。とにかく、さあ、出た出た、素敵な空間、回った、素敵な丸め込み、素敵な丸め込みだ。どうなってるか。じゃあ、ちょっと2014年こう絡むようにいきましょう、うん、ねえ、やっぱケンちゃんのやっぱりそのシングルプレイヤーとしてね、はい、そういうところ見たいですよね。モーカさんじゃないですか、うん、持ってるのが。はいはいはい。だからちょっと前組んでた時は、ええ、あのなんかは、うん、言いづらいなっていうのもあったし、あの次マッスルビーナスでタッグ狙ってたんで、はい、そうシングルってちょっと、はい、頭から外れた。来年行きたいっすね。じゃあもうマッスルさん、うん、でシングあのタッグのベルトもいいのね。まあ、何トマト何トマトだって今年取れなかった。痛すぎて、まあ、2014年にかけるね、それだけのまあこう思いがあるわけですね。取られへんかったっけ。はい、あ、そうや、うん、まあ、ケンちゃんのならではの本当に野望がいろいろあるわけですけれども。そうですね、はい、まあ、僕としてはね、あの加藤園子選手とね、加藤ちゃんケンちゃんコンビで、ぜひウェブタッグを狙っていただきたいと思います。狙わねえよ。加藤ちゃんケンちゃん、いや、もうデュアルショックとか出てほしいよね。やだ、これ最高。やってほしいな。加藤ちゃんケンちゃんご機嫌ウェーブやってほしい。やってほしいな。やばねえよ。もうそれが見たい。何よりもそれが見たい。でもテーマソングはヒゲダンスとかね。うん、それで。これ見たいな。加藤さんはダメでしょ、絶対。いやいやいや、意外とノリがいいかもしれないですよね。いや、ちょっと記録は、ね、ぜひぜひお願いします。さあ、そこはやはり二目見子プロデューサーの手腕にかかってますからね。さあ、ここで出ました坂内の体勢。さあ、大畑が、ここから切り返すか。なんか大畑ってちっちゃいだけでかわいそうに見えるよね。そうですよね。まあでもね、結構そういう打たれ強いとこあるんですけどね。この子も怪我せえへんねん。そうですよね。まあ大海のね、この顔面キックはあれだけ食らってるのも大畑だけですからね。あ、大川さんのコスモが壊れてる。あれ、どうした。父出せ、父父出せって。あららら、本当だ、ちょっと壊れてますね。壊れてる壊れてる。あららららら、どうしたんだ。やはりこの激しい攻防の中でちょっとコスチュームに破損が見られているようだ。まあこんなところでボインポイントになるとは思いませんでしたが、さあこのもう本当にこの2人打撃戦になってまいりました。いや、でもうちボインポイントはすごい欲しいけど、うん、生ボインポイントはちょっと勘弁してほしい。そりゃそうですよね。さあ、ここでモンスターボブ、どうだ、このままスリーカウンター取れない。まあしかしこの大海のね、まあ、この打たれる、まあ、強さといいますかね、この実力的な部分というと、この4人の中でやっぱちょっと一歩抜けてるかなっていう部分はあるんですけどね。やっぱりじゃあのね、強さじゃなくて雑さです、ねうん、雑さ。それはもうダンボールポイント一緒です。そうでしたね。それこそ一歩じゃなくてもうあのダントツですよね。ダントツ雑さです。はい、さあそんな雑さが出てまいりました。さあ、ほんと、おー、顔面だ、顔面、顔面を捉えた。いや、こんなことができるのは世界中広しといえども大畑美咲ただ一人だ。顔面ムチ攻撃。いや、ケンちゃん今のはひどい攻撃でしたね。うまいっすね、取りに行ったのとかね、うん、全然知らない間に。そうですよね、うん、さあ、しかしこのままクロスして、クロス式のジャンプ、これはいいぞ。
どうだ、あーっと、ガミさんこれはかなり珍しいですね。珍しいけど私 やられたことあるわ、まあ、ガミさんをクロスですごいですね。ねえ、うん、ギリギリ、うん、まあ大岡さんのモンスターぶりが一番発揮されるのはあの対ガミ戦っていうのはねもう大切ですからね。すげえな。さあ私もくるくる回る素敵な丸め込み、しかしこれも2カウントで返していく大岡に出た顔面キックし、さあそのままさあこれは足を突き上げた、そしてタイガーの体勢、タイガースープレックス、さあ1回戦突破、決勝進出なるか、大岡が取るか、カウント2.9、すごい攻防になってまいりました。さあ悔しがる大岡に、あれなんか三冠戦みたいになってる。そうですね、自分でマット叩いて。本当ですね、最近私はアポダンがこうわーやるやつやけど、そうなんで、あれ三冠戦意識してたんですか。三冠戦意識して。さあしかしカポイラ、これはカット、おっと、あさあバコロ、そして正面から、さあ2連発、わー、カウンター、カウンター、決まった。なんやな、あのスペシウム光線並みの一発。いや破壊力十分、顔面キック、半端ねえ。ケンちゃんも驚いてますね。いや一瞬すぎて、いやここで飛び出した顔面キック、大海老決勝戦進出。もう途中本当にあのやばいかもと思いました。めっちゃいいで、まあどんなに攻められても私の足は狂気です、まあ、これでタマンダイに持ってかれたら何の意味があるんだろうと思って、ウェーブのベルトなのに、やっぱりウェーブで作ったベルトはやっぱウェーブの人間が巻かないと示しがつかないなっていうのがあるので。さてトーナメント1回戦もう1試合はなんと金あゆ対決が実現です。さあこの栗原あゆみでありますが、尾骨骨折それから眼下底骨折のアクシデントでですね、ガミさん、はい、一時はまあこの1回戦出れないかっていう話もあったんですよね。そうなんです。で、はい、一応、うん、出れない欠場、はい、不戦勝っていう、うん、不戦敗不戦勝を避けたかったので、はい、本当はあのその前の2月17日の回で、うんうん、はい、かなたいみお、そうなんですよね、はい、まあ、な暫定的にね、なんでみおかって言ったら、はい、残1の時に、うん、2位がみおなんですよ、はい、で、まあ、一番挑戦者の権利にふさわしいかなって、はい、うんうん、なんかまた真面目なこと語ってもらった。なんでいいじゃないですか、それでいいじゃないですか、代表なんですから。あー、思うなぁ。何ですか、今やっぱりケンちゃんトークからスタートしたかったですか。そう、もうなんかね、2014年の何月あたりに8時台を全集合やろうかなって、うん、もうね、カミさんの今の中であのケンちゃんしか頭の中ないですからね。あー、うん、まあ、今いないのにフレームに。そうなんですよ、もうつっかさん、あのケンちゃんのですね、はい、やっぱりこのブームっていうのはですね、はい、このウェーブの中ではね、もう本当にこのもうすごいコアなんですよ、核なんですよ、はい、中心にいますからね、ケンちゃんもう大ヒットですね、ケンちゃん。大ヒットですよ。もしね、万が一ね、北斗晶さんと組むことがあればね、はい、ケンちゃん、チャコちゃんまで ね実現しちゃうんですよ。ケンちゃん、チャコちゃん知らん、チャコちゃん知らん、なんでおばはんのくせに知らん。えっ、ポイント、あ、おっと、ボインポイント出ました。さあ、早くもボインポイント爆発でやります。だってあんなんなったことないやろ。いや、ないですけど。誰が絶句するんですか、それ。まあそうですね、このボインポイントっていうのはですね、はい、このウェーブの中にですね非常に重要なファクターというところでですね、はい、必ずこのフレームこうやってズームアップしていくわけですよ。よかったですね。さあズームアップしてまいりました、ズームアップしてまいりました。しかしこれはロープに左右に逃れた栗原。まあそういうことでですね、ガッピさん、まあ、暫定1回戦というのがこのカナ対ミオで行われてるわけですよね、はい、ただこの時に、まあ、栗原が欠場から復帰したら、まあ、改めて1回戦を行うというそういうルールになりまして、栗原がなんとか復帰間に合いまして、この1回戦が改めて行われているわけであります。さあここで場外戦、さあ両者ともに波女に輝いた者同士の対決、そして叶える対決ということでも非常にこの2人の対決は注目されているぞ。おっと、これはすごい。さあここで村枝へのキックが何度も連発された。しかし今度は足をすくっていく。さあここでカナの動きを止める。おっと、あ、これはすごい、エプロン状のドラゴンスクリュー。さすがのカナも悶絶だ。いやー、ちょっとつっかさん、今のは予想できなかった動きですよね、はい、でもやっぱ足攻めの人に、はい、あ、足を蹴る人に足攻めするのはいいですよね、うん、そうですよね、足を蹴る人じゃないよ、足で蹴る人、はい、
まあ、まさにね、その足は武器ですからね。さあ、その武器に対して徹底的な攻撃を繰り広げた栗原。さあ、ここでカナを、そうですね、でもなんかカナとか、うん、おばちゃんみたいな距離やったらこれ有効なんですけど、大岡さん全く効かないですよね。あれはね、だって上げたところに行くねんもん。そうなんですよ。もうあの足自体がね、生き物みたいになってますからね。別の生物なんです。そうなんですよ、まあ、そういう人相手にね、いくら足攻めしてもね、結局最後は蹴られてしまいますからね。そうそうそう、はい、そこがやはりね、他の人と違う、まあ規格外ですわ、モンスターと言われてることがあります。さあ、今度は足への攻撃、またしても繰り広げていく栗原愛美。さあ、この右足、右膝のあたりですね、この先ほどのドラゴンスクリューの攻めたその足に徹底して攻撃目標を定めております。まあ、ガミさん、試合前の会見ではですね、はい、戦前の会見では栗原愛美、まあ、レジーナ・ジ・ウェーブと最終的に、まあ、あの名前を間違ったままこう覚えちゃいましたね。そうですね、まあ、愛美ちゃんなんでいいんじゃないですかね。まあ、そうですね、その一言でみんな全てが収まりますからね、うん、そうなんですよ。まあ、しかしこのレジーナとこのタイトル の, この意味というのは一体何なんですか。はい、レジーナはイタリア語で女王です。はい、女王を表す言葉なんですね。そうで、これ2013年でしょ、はい、2012年に レイナ・デ・レイナスとうちやったじゃないですか。はい、ありました、ありました。で、あの時に、うん、あ、ベルトあった方がいいかなっていうのがちょっと頭にあって。ああ、なるほど。で、それで、うん、なんか名前ないかねって、うんうんうん、うちの家に、12カ国語辞典があるんですよ。おお、そんな辞典。12カ国語の、はい、いろんな、よく使う言葉、うん、1月から12月とか、おはようとか、こんにちはとか、ああいうのの、はい、ちょっとした、時点があって、うんうん、そこで女王って見たら、うん、いろいろこうバーって出てきて、はい、で一番レジーナかな、うんうんうん、一番これは覚えやすいねっつって、うん、クイーンじゃちょっともうね、あ、まあね、普通ですよね、はい、普通ですよ、結構使われてますしね、うん、レジーナかなっつって、それでこのレジーナ・デュウェーブの名前が決まったということですよね。まあ、別にイタリアと何の交流もないですけど、ね、そこはちょっと、まあ、ウェーブらしいというか。さあ、ここでショルダーネックブリーカー、さあバックブローの連発からのショルダーネックブリーカー、カナがここで突破口を開いていくか。まあ、ツッカさんもですね、はい、いずれどうでしょう、このベルトにこう挑戦したい。いやー、もちろんありますよ、うんうん、そうなの。はい、ありますよ。ふふふってね、やっぱり、まあ、ツッカさんもいろんなシングルのベルトをね、これまで巻いてきたわけでありますけれども、はいはい、またこの多団体のベルトを巻くというとね、またちょっと、ね、趣が違いますよね。違いますね。やっぱウェーブのタックのベルト巻いた時はちょっと嬉しかったですもんね。巻いたっけ。やっぱり巻きました。あ、私と取られてんやん。あ、私取られてん。あ、そう、思い出した。はい、あんたのボールキャッチした瞬間に負けてんやん。そう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 。そうです、これ。そうやった、そうやった、そうやった、そうやった。そうなんです。ねえ、もう反射的にどうどう受け取っちゃった。そうや、そうそうそう。結構長期間防衛しましたよ。ね、そうやんね。しかも、コロスケはね、本当に負けないチャンピオンっていうね、負けないチームというね、はい、そういうちょっと不敗伝説みたいなのもありましたからね。ありました。はい。それだけにこの真っ黒コロスケ、非常に、まあ、息ぴったりといったところがあったわけですが、さあ、こちらのカナエ対決はここに来てグラウンドの展開、すごいボイン。そうでしたね。おお、グラウンドのことなんですけど、すごいボインやな。もうちょっと寝かしてくれ。カナのそこですか。そこですよ。そうですね、やはりこのボインポイントというのはね、グラウンドの時にね、やはり特によく起きるわけですからね。さあ、このグラウンドがあっと出てきました、ボインポイント。さあ、この背面式のボインポイントであります。さあ、しかし、あーっと一回転してしまいました。ロープに逃れるカナ。ほら、おお、ほら、カメラもちゃんと追ってる、ね、使ってるわ。どうですか、ツッカさん。なんですか、私にコメント求めないでください今、皆さんがツッカさんのコメントを聞きたがってるんですよ。いかがでした、今のボインポイント。いや、素晴らしいじゃないですかね。はい、はい、というわけで、ボイムでしたね、ものすごくね。さあ、ここで栗原がホールの体勢に行きました。さあ、この1回戦すでに大川決勝戦に進出しております。勝った方が大川弓との決勝戦を争うことになります。おっと、ここでエルボー。さあ、3人目の攻防になりました、カナエ対決。まあ、この2人の因縁、いや離婚、いや、この2人のライバル関係と言っていいでしょう。それはもう古く A to Z 時代から遡ります。まあ、元はカナは A to Z でデビュー、そして栗原は A to Z の練習生、そのところからこの2人の間柄はスタートしております。おっと、ジャーマンスープレックス。さあ、ここで早い動きになったかな。まあ、ガミさんもね、その団体にもかつてはいたわけですからね。おったね。おったねって一瞬否定しようとしたでしょ。歴史は、事実は事実なんですから。そうか。おっと、そのままスピンキック、どうだ、抑え込んでいった。素
危なかった、2カウント。まあそれだけにね、この2人の歴史も本当に古いと言っていいですもんね。そうですね、はい、古いですよね。なんか豪華よ ね、 ね A2Z と。そうなんですよ、本当にいろんな選手がいましたからね。さあここで続きからなんだ、おっと、さあ強引にナックル攻撃、さあ終わりだと叫んで、さあこの決着ピリオン打つのか、この試合がついにこれで終わってしまうか。さあ大向美智子から受け継がれたこの裏投げ、しかしこれは返していきました。大向美智子から栗原歩美、そして栗原歩美からなぜかガミへと受け継がれて、イエーイそうでしたっけ。そうよ、なんかね歪曲しちゃったんですよ。なんか変なことなんで、本当はサリーにね受け継がれたはずなんですけど、ね、はい、いやいやいや、なぜかねそれ横取りしようとガミさんもね出てきたんですよ私裏投げもらったよ。そうでもね直伝直伝ですかまあでもね塚道欄のようなもんですよ。だから勝手にもこう、はい、使用しちゃうと、あのパクったってことですね。違う違う、アミちゃんがいいですよって言うのよ。だから私のは綺麗な裏投げ、うん、いや多分それ使わなくていいですよの、いいですよだけ今聞いたけどじゃあってついてたけどやっぱなんかついてるじゃないですか。じゃあいいですよまあでもね、あのビーナスシュートとか絶対無理な技は絶対パクらないんですよ。なんか一回水波さんの腕を借りてゆっくりでビーナスシュートやったんですよ。やりましたね。ガミーナスシュート、ミーナスシュート、はい、あとしかしここでクリアラミが地球ウイングの体勢でストップがかかってしまいました。これねフェイスロックって表記されてるけど、ほんま地球ウイングチョークスリーパーですね、うん、そうですね、チョークスリーパーの体勢でしたね。またまともなこと言ってます最後にまたしてもガミさんまともなことを言いました。この試合勝ったのはカナということで、初代ウェーブ認定チャンピオン争うのはなんとこの大海みたいかなという一戦になりました。さあこの両者の対決、果たして初代王者はどちらになるんでしょうか。レジェンダリーウェーブトーナメント決勝戦を争うのは大海みたいかなということになりました。まずはかなの登場であります。まあ、ガビさん、はい、大花対カナ、まあ、この一戦、まあ、ある意味妥当というか順当と言ってもいいですよね。そうですね、うん、そうですね、順当、まあ、誰が言っても、うん、順当でしたけど。そうですね。さあそして大花弓も入ってまいりました。さあ初代チャンピオンになるのは一体この二人のどちらでありましょうか。さあ大花さんも気合十分ですね、はい、もう超緊張してました。さあ試合前にまずはこの認定書宣言、あ、スーツ着てる私。どうですか、どこにいるんですか。あ、おるよ、いた、はい。さあ、V パラダイスの統括マネージャー高津戸明さんからのタイトルマッチ宣言ですね。宣言、ただいまより行われるレジーナ・デ・ウェーブトーナメント決勝戦、大花弓対カナの試合をプロレスリングウェーブに認定、初代シングル王者決定戦とすることを宣言する。平成25年3月17日ウェーブチャンピオンシップ実行委員会 V パラダイス統括マネージャー高津戸明。はい、というわけで高津さんのタイトルマッチ宣言、ガミさん本当になんかこうタイトル戦らしいね、この重々しい雰囲気が漂いますね、はい、お来ましたね、ベルト初お披露目ですね、はい、これが初お披露目であります。なんか黒猫ヤマトで届いた時はびっくりしたそうですね。黒猫、はい、そうです、はい、なんか商品名にチャンピオンベルトって書いてあったんですね。チャンピオンベルトって書いてあった、そんなとこやって届くもんなんですねそうやったさあそんな、いやいや初代ベルトでありますが、さあゴンが鳴りました。まずは緊張感のみなぎるこの一戦であります。大岡さんやはりですね、はい、まあ対カナということで、まあ、この時にどういうことを考えて試合に臨んでたんですか。もうなんだろう、関節とかすごいじゃないですか、はい、関節、蹴り、はい、どっちを重点的に阻止した方がいいのか分かんないぐらいですよね。あ、そうですよね、まあ、この大会ですが、まあ、カナがまあこの1回戦栗原歩美と戦いまして、まあ、大花さんもねこれハンディをつけてはいけないという意味で、はい、ガミさんとこの日試合を1試合こなしてるんですよね。なんか結構な消防戦でしたよ。そうなんですよ、実は15分も戦ってるんですよ。はい、意地悪だなと思いました。ガミさん、ガミさんもやっぱりこう楽はさせないというところがありますよね。今年シングルしてるね。してますよ、はい、やってますやってます、この時やってるんですよ、この3月に。しまったしまったって何よ忘れないでくださいよ。やってるやん、はい、やってますよ。まあね、ちょっとそういうアクシデントがあったとはいえね、はい、まあ、公平を期するという意味で大岡さんもこの日2試合をこなしてるわけであります。公平よね、私ほらこういうところ公平、ね、疲れちゃってね、人ごとやから公平、うん、そう
まあそういった意味では両者ともにその疲れが若干見えてくるかもしれません。さあここでまずは顔面キックのランニング式ですね。顔面キック AR であります。AR なんですか。そう DVDR とかね CDR みたいに R がつくんですよランニング式の場合は。さあここで脳死 AR と、ね、その後ねプラスとかマイナス、そうそうそういろんなものがバリエーションがね枝分かれしていくんですよ大岡さんの場合。さあここでサンマドロップが飛んでいっか。サンマがいった。季節外れのサンマが降ってはいてまいりました。うん、まあ岡さんこの序盤の展開ですけれども、はい、やっぱりこのかなさんのですねもう一発逆転の技この関節に対する警戒心というのは非常にありますよね。ありますよ。だってどっからでも入ってこい。ほら来た早く来た。ほら来た。このフォールの体勢をうまく首とそして腕この2つを取っていったかな。さあボインポイントも出てまいりました。さあここで岡1回転しかしおっとうまい。さあこのまま足を取ってのスクールボーイ。さあその形からのストレッチマフラー。珍しい珍しいですね珍しい。まあかつての JD スターのね、先輩に当たるんですかね丸選手のね。そうですね、はい、さあ得意技でもありましたこのストレッチマフラーでグイグイ締め上げていくが、しかしもう早くもかなわ切り替えされちゃうから、うん、そうなんですよね。気づいたら切り替えされてますからね。さあこれがやはりカナとしてのやはりこのプライドでもあります。さあしかし今度はなんだ。さあバックを取るのは王から。さあ出るか。おお出た。まあこれが雑雑ですね雑雑って何ですかそれ。もうなんかもうあの段ボールポイって投げるようなあのポイって投げやすかったんですもんだって、ね、あ投げやすいサイズだったわけですね。サイズが投げやすいっていう、はい、まあ蹴りやすいサイズが藤本司選手だったりね、はい、いろいろあるわけです。そうなんです。あのサイズが一番、はい、あのやりやすい。あなんか梱包しやすいみたいな、はい、そんな感じなんでしょうね。さあここでスライディングのキックを放っていきましたかな。しかしカウントは2で返しました。ガミさんでもこのベルトを最初に見た時はね、はい、やっぱこうおーっと感動したりとかそういうのあったんですか。いや王の前に宅急便ですよ、うん、だってまあそこで王の前になぜこれなんだチャンピオンベルトですよまあそうですよね。まあでも大岡さんはやっぱりこのウェーブの認定のベルトということでやっぱり何が何でも私が取らないとっていうそういう、そうですね、本当にベルトを見た時にあなんか私っぽいと思いました、うんうんうん、このベルト私が巻かなきゃみたいな。そうですよね、まあ、ベルトの色に合わせてこのコスチュームを黒にしたとかそういうこともあるんですよね。いやでももともと黒だったんで。あなるほど、はい、あっとしかしここ足を救われた。まあ非常にですねそういった意味でもこのウェブの認定のベルト初代王者ということでね、初代王者は他の人になれませんからね。そうですね、はい、まあそれだけの、そうなんですよ、うん、初代っていいですよね。うん、そうなんですね。まあ大岡さんはまあレスラー人生の中で意外にもそのベルトと縁が少ないですよね。ベルト少ないです、うん、まあタッグはね何回か巻いてますけれども、はい、シングルといった部分ではねなかなかそういう縁が遠いイメージがありますね。なかったですからねウェーブに、うん、そうですよね、はい、さあそういった念願のシングルベルトを巻くことができるのでありましょうか。さあここからがチョロサンボイスからのキック、しかしスピンキックで返したかな。じゃあベルトは私が嫌いやねんって、うん、なんかよくこう、うん、男子も女子もなんですけど、ベルトを所属選手よりベルトの数が多い団体とか。ああそれはね、なんか何色のベルト、何色のベルト、はいはいはい、早いベルト、うん、タックのベルト、はい、6人のベルトとか、はい、そんなもんお前何言うんでしょ全員モテる可能性もあるところですよね。そうそれで三冠王です。当たり前やわまあそれだけねやっぱりこのベルトをまあ本当に作るっていうタイミングとしてはねもう本当にまあかなりの歳月を費やしたわけですからね、うん、で別に、うん、そのタックとシングルだけでいいや、うん、まあシンプルですけどね、はい、まあそれが一番わかりやすいっていう意味でもねありますから。さあしかしこのすごいな、このホールの体勢から大岡さん腕を取っていくというね、本当に、うん、油断ができないっていう、油断せんといたよろしいか。いやホール乗ったらもう私勝てるかなみたいな、はい、ちょっとホッとするわけじゃないですか。ホッとしてるわけですね、はい、あこれで3が入ればみたいな、うん、でも3入る前に取られちゃう、うん、そうなんですよね。さあこのように今度はおっとアンバーの体勢、さあ永田式アンバー、さあこれで大岡もちょっと今足をバタつかせている、身動きが取れる、おっとお前1回転、ここでチキンウィング、大岡さんなかなかこれ反撃いけないですよね本当に。おっさあ行った、おー行った行った、タイガースのプレックス、チキンウィングを外してのタイガー、これはいい流れを作った大岡。最近ね、うん、タイガースープレックスホールドじゃないんです、お投げっぱなししちゃうんです。あまあ雑な部分がそこにも出てきたわけですねあーっとしかし顔面キック、いいじゃない雑を生かせば、うん、そうですね、もう雑レスラーとしてはねとことんもうそこで頂点まで行ってもらいたいですね。ポイ捨てですよ、ダンボール箱ですよ私にその技の
綺麗さとか誰も求めてないじゃないですか、まあ確かにね、それは言えてますね、はい、まあただ技の豪快さっていうのはね、本当に王さんならではね、豪快さはね、うん、求めれるんで、豪快に投げっぽいって投げればいいんじゃない、そうそうそう、うん、さあまさに今豪快さが出てまいりました。垂直落下のブレンマスター、これも2カウントであります。豪快の本当に豪快さがここから発揮されるのか。さあこの一撃必殺の顔面キックはいつ飛び出すか。まあしかし大岡さん、振り返ってみればですね、はい、この1回戦大畑美咲戦の顔面キック、あれは本当にもう人生最大の一発だったんじゃないですか、はい、さあ出てまいりました、カウンター。さあ大岡がこのカウンターの顔面キック、これで捉えた、初代レジーナチャンピオン大岡恵美誕生。いや大岡さん、はい、やはり頼れるものは顔面キックでしたね。はい、でもあの途中の岡田さんの蹴りで結構脳みそ揺れてました、うん、あやはりそうでしたか、はい、激戦を物語りますよね。そして今ちょっと涙顔にも見えますけども、ぼさくわー、まさに感無量であります大岡恵美、ついに念願のシングルのベルトが大岡の腰に巻かれることになります。お子さん、この時の気持ちはいかがですか。嬉しかったです、うん、さあそして高津のプロデューサーから勝利者宣言、レジーナリーウェイブトーナメント決勝戦プロレスリングウェイブ認定、初代シングル王者決定戦に見事勝利し、初代チャンピオンとなられたことをここに認定いたします。平成25年3月17日ウェイブチャンピオンシップ実行委員会、 V プラダイス統括マネージャー高津脇。さあいよいよ大岡の腰にベルトが巻かれるか、まずはこの認定証、そしてトロフィーの授与であります。まあ、上さん、大岡さんがまあ初代王者、まあ、ある意味こう、まあ、来る人のところに来たなという感じがしますね。続きまして株式会社ラブン代表取締役、まあ、そうですね、二神美紀子より、あ、二神美紀子来たよ。さあ出てまいりました、来たよ二神美紀子。さあ二神美紀子の登場です。ちゃんとスーツ着てますね。さあ岡さん、どうですかこの腰に巻かれる気分は。シングルのベルト本当初弾で、これで、うん、これが、うん、夢みたいです。うん、そうですよね。ちゃんとあの大好きなスワロフスキーの衣装も入ってますからね、はい、もうちょっといっぱいついてたらよかったなっていうのあります。高い。さあ最後にこの記念撮影、この大岡が初代チャンピオンに輝きました。めっちゃ疲れてます私の顔。そうですよね、まあ本当に激戦を物語るそんな表情ですよね。さあ調査ボイスで喜びを爆発させます。12年初めてシングルのベルトを巻きました。初めてです。うん、11年越しだったんですね、はい、まだ歴史が全然ない、まあ、初代なんで、まだこのベルトの価値がないんですけれども、これからいっぱいいろんな人と防衛して、このレジーナのベルトをプロレス界のトップのシングルのベルトにしたいと思いますので、皆様応援のほどよろしくお願いします。本当に今日はありがとうございました。レジーナ・ディ・ウェイブチャンピオン、イエーイ、オーカー。はい、というわけで初代チャンピオン大神に輝きました。はい、大岡さん、これから価値を作っていかないといけないですよね。はい、これからどんどん価値を高めていきたいと思います。はい、ガミさんのお腹も鳴ってるということで、はい、そろそろ、はい、そろそろ締めの時間ですね。ガミさんいかがでした。あ、お腹が減りました。はい、大岡さんはいかがでした。あ、面白かったですこの DVD。 はい、もう主役はやっぱりケンちゃんでしたよね。主役はケンちゃんですね。はい、最後はこの言葉で締めくくりましょう。これがウレーラー。ありがとうございます。はい、感想、はい、本当になんか今日は本当にやばかった、やばかった、すごくやばかった。もう無理だって途中思ってしまった部分もありました。でも相手が憎きカナだったので、こいつには絶対負けられないと思って、ウェーブのエースだエースだって言ってたんですけど、試合を通してみてやっぱり彼女はすごいなっていうのがあります。で、カナが決勝でよかったかなって思います。彼女も前回栗原が欠場して違うカードになってしまって、で今回栗原と対戦して
ちゃんときっちり勝って決勝に上がってきたので本当にあの子で良かったと思います。私嫌いじゃないんですよね、カナのこと。本当は口が悪いから嫌いなんですよね。でプロレスラーとしてはすごく認めてる選手です。今日破ってのベルト、はい、いやベルトっていいですね。シングル本当に初めてなので、今までシングルのベルトを巻いたことがなかったので、なんか今日は夢のような感じがします。まあ、ウェーブの選手として巻かなければいけないというところもあったと思います。すごいプレッシャーはすごかったです。ガミさんと試合やって、ガミさんにすごいあんた本当に頑張ってくれないと困るって言われたので、他団体に持ってかれたらウェーブで作った意味がないので、今回は本当に取れてよかったです。